活もあるから楽しんでね。楽しかったね。明日から朝活終わったらスマホゲームを取り入れないといけない。こんなに夢中になって、で、ちょっと、モチベ上げて、28日に向けて、アニマの時間帯に全ての力を注ぐ。ないってことだ。ないんだよ。あったじゃね。
?PS? いつが起こる。回す、安心しろ。これが俺の力だ。ワールドクラスのプレイだろ。美しいだろ。折れてんじゃねえぞ、レベッカ。俺がやってると、チームは生きる。信じろ、俺を。これが俺の力だ。これがデッドバのエースの力。ゲームコントロール、ゲーム支配力。ないと残念だけど、俺には勝てない。俺が強すぎる。これは美しい。ノーロンプレイヤー。ワールドクラスの10番の力、舐めてんじゃねえぞ。あ、折れてんじゃねえぞ。美しいだろ、始まりが。お前の負けだよ。これは、感情を入れないか。これや、これや、ヒーローちゃん、デッドバランス、スーパーズ。の番人聞くかもよ。もうちょっともう早く、確定の負けをね、ヒラーに伝えるために。キャンプじゃ勝てない。美しさの塊。今何をなすべきか。レベッカの絶対に治療の必須だから。レオンは優れていても、こいつは多分キャンパーだから。おそらく高い確率で。うん。これがヒロシャ。壁に入ればよかった。いや違う。勝利だよ。求めている勝利のためのデッドバイ。コスケプレイはいらない。まあ、全然気づかねえだろうな、レオン。救助にも来ねえやつって。見たうちや、救助も治療もしたよ。もう、一瞬の判断、回復手段がない。たまたま救急箱だったけど。で、レベッカに行ってもらって、俺が4代目回す。そうすれば、おそらく勝機はあるんじゃないかという判断。よし。DS だね。よし。これがヒロちゃん。まあ、楽しかったね。美しい。美しさの塊。